いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉用です。本日のお悩みはラモさん、東京都在住の女性からのお悩みです。こんにちは。こんにちは。本日いかがなさいましたか？女友達がなかなかできないっていうのがあるんですよね。女友達いたらすごい楽しいなとは自分では思っていて、まあ数人はいるんですけれども、男友達の方がすごく多いんですね。なんでかなって自分で考えた時に、女性は共感型っていうか、自分が考えてることとか自分の価値観に共感してほしいっていう人が多いなと思って、そういうのを押し付けられるのがすごく面倒くさいなっていう、そこの葛藤があるんですね。だからあなた自身の中に女性に対しての苦手意識みたいなのがあるからそう見えるのかな。あなた自身ももしかしたら同じような感じなのかもしれないよ。共感を求めるようなところとかってのはない？あるとは思うんですけれども、押し付けてるかどうかはちょっとわかんない。結構押しが強いタイプ。押しは強いタイプだと思います。すごい、はい、推しは強いタイプかな。人間関係っていうのは自分のミラーリングっていうのかしら、鏡だから、苦手だと思うと向こうも苦手だなと思って接せられてんのかもしれない。それで結果としてお友達ができないのかなっていう。女子は確かに共感をするのが好きっていうのは、そういう傾向のある人が多いのは非常にわかります。女同士ってそのお互いに本当にその色に染まろうと思ってないんだけども、私はこういうふうに思う、こういうふうに思う、共感のパワーゲームをしているようなところが感じたりしない？共感のパワーゲーム、より共感を呼べることをした方が勝ちみたいな傾向はあるよね。共感ゲームに乗れない人については輪から漏れてしまうっていうところがある。でラモさんは多分その共感ゲームが苦手なんだよね。本当に同調してるかどうかはわからないんだけども、共感をしないと仲間から外れてしまうっていうのが女性同士の集まりでは結構あるように、私はなんとなく中間地点から見て思うのね。わかるわかるって言い合って、わかるわかるわかるゲームなんだなと割り切ってしまえば、その場はうまくやり過ごすことはできるようにはなるとは思う。共感ゲームやってんなと思いながらも、うまく合わせて乗り切ってマンツーマンになってから、これ分かんなかったんだけどあんたはどう思ったみたいなことをやると、少し同性の人との仲って理解できるんじゃないかなと思う。女性って男よりもね、器用で頭がいいと思うのよ。で男は不器用だから、論理性とか話の筋とかそういうものを追っちゃうのね。女性は基本的に頭がいいから、本筋とは別のゲームをこの人たちやってるんだなっていうぐらいに思った方が気が楽にいられると思う。お仕事とかでもよく見てると思うけど、女の人の方が優秀な人多くないですか？確かに。うちの会社も今は半々ぐらいになったんですけど、一時期すごく女性が多くって、女性の方が割となんか積極的だったり、最近頭のいい業界とかも女の人の方が残ってきてるし、余裕があるから地道に論理を展開して話をするんじゃなく、共感のパワーゲームになったりする時もあるんだけど、ラモちゃんはそういうのがちょっと苦手なんだろうね。別にそれが面白がれっていう風に私は言わない、だけど頭の CPU 余ってこんな余剰の遊びやってるんだなぐらいに思ってあげると、にこやかに今日も頭よく回転してんねぐらいに思えるかなって思うのね。でそこでちょっと苦手意識を取ってほしいの。共感ゲームで余剰能力を使って遊んでるって考えると、女性の論理性のない話の展開だとかそういうのも理解できる。でも結局一人で仕事をさせると女性ってちゃんと仕事するでしょ。そうですね。だから集団になると共感ゲーム開始みたいな感じになって、わかる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 よねわかるよねっていう共感を押し付け合いだったり、共感をし合うっていうゲームをし始めるというふうに考えると、やり過ごせる。最終的にどう付き合えばいいのかっていうと、もう大差だから。マンツーマンでも女性って苦手？最初この人気が合うなと思って、仲良くするんですね。で一緒に二人でなんかご飯食べに行ったりとか出かけたりとか、途中で
パーソナルスペースとかが人より広いのかもっていう感じ。だからもうちょっと一人の空間が欲しいってことでしょ？そうです。でも多分向こうとしては、うん、なんか仲良くなってるからこれくらい踏み込んでも OK だとか、うん、多分そういうのが私嫌なのかなって今思いました。仲良くなれば仲良くなるほど、うんうん、嫌だなっていう時期みたいなのが来てしまって。そうね、2人でも共感ゲームやっちゃうからね。そう、それでちょっと疎遠になったりみたいな。そもそも共感が苦手？押し付けられるのが苦手。あなたもわかるでしょみたいなとか。でもそれって何か出そうな。ババアとかだったらあるけど、今の若い人である？私の周りはそういう人いる。ババアなんじゃないの？ババア、ババアだろ。最近の若い人って結構パーソナルスペースを確保して踏み込まないでっていう人が多いけど。本当ですか？あなた、ババアなの？最近の悩みじゃないなって。なんか結構そういうのって年齢いった女性が押し付けてくる傾向はあるから、共感したりされたりしたりされたりじゃなくて、させるさせるさせるみたいな感じになっちゃうのね、年齢いくと。だから若い子と付き合ったら。あ、若い子もいます。若い子もダメ？そんなに踏み込まれないかも。いい距離感で付き合えるっていうか。だから感覚は若いんだと思うのよ、ラマちゃん。友達がちょっと感覚がババアなんじゃない？感覚がちょっとババアな人だと押し付けが強くなってくるし、踏み込みも強くなってくるけど、私もなんか一応お店とかやってると若い人とか来るけど、大体若い人って結構スペースの確保とかそういうのに神経を使ってるから居やすいと思う。若いだけだとちょっと話が物足りなかったりする、うん、そういうのもあります。だから使い分けるのがいいかなって思ったりもするんですけれども。賢いと思う。だから人といたい時と議論をしたい時で友達を分けるっていうか、一人の人に全部を求めるっていうのは何においても難しいのね。恋愛においても一人の人に彼氏であり友達であり兄であり父でありみたいな全部求めちゃう人っているじゃない、うん、はい、でもそれってさ、相手が持たなくなるじゃない。だからこの人はもうこの役割でいい、この人はこの役割でいいっていう風に相手を分けて付き合っていけば整理されて落ち着くんじゃないかな、うん、女性でももちろん話しやすい人っていると思うのよ、うんうん、ただ話しやすさとそのパーソナルスペースの問題って別かもしれないから、話すときはこの人、パーソナルスペースを確保しながらコミュニケーション取りたいんだったらこの若い子とか、そういうふうに使い分けて個体差を見て自分の中の用途っていうと人間を物扱いしてるみたいでちょっと嫌かもしれないんだけども、時と場合に応じて人って変えていいと思う。全部をオールマイティーにこの人で済ませようと思うから辛いけど、そんなに相手に求めてなければこの人なんか鬱陶しいけど話は面白いなって割り切ってれば、あ、鬱陶しくなってきた鬱陶しくなってきたって思いながら話はできるじゃん。私もね、よくあの先輩の女装とかでね、うっせえなババアって思うんだけども、うるせえなババアって思いながらやっぱ話は面白いなと思って勉強すると思って付き合ったりしてるから、誰とは言いませんよ。だからそういうふうに使い分けていきましょう。どんどん人を変えて一巡するとまた今まで付き合ってた人が新しい感覚で付き合えるかもしれないし、女子が苦手でも個体差があるから個体差をうまく使って程よいパーソナルスペースを取りながらも、だけど一人じゃ寂しいから一緒に遊びたいって言ってもらう若い人、突っ込んだ話し合いをしたいって言った時には推しの強いババアめな人をチョイスして、そうやってやっていけばいいんじゃないかな、うん、多分ね、男はそういう風に使い分けてるなと思うのよ、山ちゃんって。だってそうかもしれない。下手するとさ、男とかってなんか恋愛関係になっちゃうから、恋愛関係にしない安泰なとこでしっかり用途を使い分けて男だったらできるけど、その辺の感覚が微妙だから女同士って全部を求めがちなところがあって、それでべったりになるじゃない。だけど女の人にもそれを使えばいいじゃん。あ、なんか自分で話してて整理しちゃった。
異性と同性で異性だからちゃんと用途の使い分けっていうのをしてたんだよね、うん、女性ってそういうそもそもそういう発想がなかったかもしれないです女性の友達にだから男には自然にやってたことなんだよでも男でも鬱陶しい人は鬱陶しいし共感求める人は求めるし押しつけがましい人は押しつけがましいから本当にそれって答え差なんだと思うんだけど男の人は今日はこういう目的だからこの人って付き合う相手を選んでただけど女性はそういうのを選んでなかったけども女の人も同じように答え差があるから用途によって付き合う相手というのを気分でラムちゃんのチョイスをすれば生きやすくなるんじゃない変にね女嫌いになってほしくない女性も仕事で見てきてるから素晴らしい人いっぱいいると思うし今まではいろんな役割を求めちゃったから話は楽しいんだけどパーソナルスペースに踏み込んでくるとかそういうことがあったと思うんだけどもそこをしっかり個体差で分けていけば充実した友人関係が得られるんじゃないかなっていうふうに思いましたいかがでしたはいそうだと思いますありがとうございますありがとうございました